ミハイル・エフィーモビーチ・フラトコフは、ロシア連邦の政治家。ウラジーミル・プーチン政権で第7代、ロシア連邦首相、第4代ロシア対外情報庁長官を務めた。1950年9月1日に、ソビエト連邦のロシアソビエト、連邦社会主義共和国のクイビシェフ州クルモチ、村にて、ユダヤ系の父のエフィム・フラトコフとロシア人の母の間に誕生する。 1972年にモスクワ工作機械大学を卒業後、1973年に対外経済関係省に入省。インドのソビエト連邦大使館の経済部門で勤務し、1981年には対外貿易アカデミーを修了した。1975年から1984年にかけてソビエト連邦国家経済関係委員会の対外貿易公団。 チャジュプロムエクスポルトに勤務。続いて1984年に国家経済関係委員会納入総局副総局長に就任。その後1988年にソビート連邦対外経済関係省対外経済取引調整規制総局第一副総局長に就任した。1991年にはジュネーブに派遣されガットのロシア代表となった。 ソビエト連邦崩壊後の1992年10月に対外経済関係時間に昇進し、1年後の1993年10月には第一次官に任命された。1997年にボリス・エリツィン大統領によって対外経済関係通商省に任命され、1年後の内閣総辞職まで閣僚を務めた。 1999年には再び通商省に起用される。2000年5月に第2代ロシア連邦大統領となったウラジーミル・プーチンの時代にロシア連邦安全保障会議第一副書記に就任し、その後連邦税務警察庁長官に任命された。2003年にはロシアの欧州連合担当特使に派遣される。2004年3月5日に ウラジーミル・プーチン大統領によって首相に任命され、第一次、第二次、ミハイル・フラトコフ内閣を組閣。元経済官僚のフラトコフは、対外貿易問題を専門とし、フラトコフ内閣の下では、ロシア経済の好調維持と、国際経済への参加推進が期待された。一方で、プーチン政権を支える旧ソビエト連邦国家、保安委員会人脈の外にあり、 政治的にも、比較的無名なフラトコフが2004年ロシア、連邦大統領選挙を2週間前に控えた時期に、首相に抜擢されたことは驚きをもって受け取られ、彼が、ソ連時代に、KGB とつながりがあったとする説も流れた。2007年2月27日から2月28日に、かけて、ビクトル・フリステンコ産業エネルギー省ら閣僚。 企業家などを伴って日本を訪問。第2回日露投資フォーラムに出席したほか、安倍晋三、麻生太郎、尾見こうじ、あまりあらと会談した。領土問題解決の重要性や、サハリン沖の海底油田開発プロジェクトの円滑な実施を確認した。同年9月12日に、フラトコフ首相は、プーチン大統領に辞意を表明。プーチン大統領は、 フラトコフの公認として、ビクトル・ズプコフを容認した。プーチンはフラトコフに賞を授与し、ロシア連邦会議会にて公認が確定するまでは、フラトコフに首相のままでいるよう伝えた。9月14日に、ズブコフが承認された。同年10月6日にプーチンはフラトコフを、ロシア対外情報庁長官に指名する。2016年9月22日に、 ウラジーミル・プーチン大統領は、ロシア対外情報庁長官をフラトコフから、セルゲイナルイシキン会議長に交代させ、フラトコフには、ロシア鉄道取締役会議長に就任させる、つもりであったが、このことは実行されないまま2016年10月5日に、ロシア対外情報庁長官と、安全保障会議メンバーを解任された。2016年11月2日付の、 ロシア連邦大統領令により、2017年1月4日から連邦国家科学予算機関、ロシア戦略研究研究所所長に就任した。またフラトコフはロシア対空防衛システム製造企業、アルマズアン提社の代表取締役を打診された。英語とスペイン語を話す。妻のエレーナとの間に二人の子供がいる。ありがとうございます。